窓際に頬をつめ、少し眠い五時間目、理科の教科書のページをめくってみた。僕らのいる宇宙はどこまでも膨らんで、時間が経つごと他の銀河は離れてゆく。この教室にいるみんなとも、やがてはそうなってゆく。おぼろげに理解している。次のページをめくる。それでもただ一つだけ近づいてくるものがある。思わず席を立って、高すぎる空見上げた。夕焼け感帰り道、空き缶蹴りつぶす。羊雲の向こう側、眺めてる。まだ見えないけど、広がってゆく宇宙で、近づいてくる銀河のその足音を聞こうと耳を澄ましてる。そしてまたいつも通り、少し近道をして、イエージをたどっていく。今日の晩ご飯は何かな、想像して。窓を曇らせるため息、少し眠る終電車、誰に見られるでもない、ゴシップまみれの広告。僕の今いる6畳間、たまりかけたゴミ袋。時間はうすら笑いで、秒針はせるようで、背伸びて届かないものを求めなくなって、コンビニの弁当を選んでる。別にどれでもいいのに、狭くなってゆく視界で、遠ざかり始める世界。明日の足音に怯えて、耳を塞いでいる。そうやっていつの間にか、うつむく日々に慣れてく。桜の花びらが急かされるように散ってゆくのを眺めていた。少し眠い5時間目、
理科の教科書を何度も読み返す。広がってゆく宇宙で近づく二つの銀河、いつになったら会えるの、ネアンドロメダ。狭くなってゆく視界が遠ざかる世界をまた見つめられるのかな。羊雲が風に吹かれて